住之江シティライターの G1 対抗賞競争4日目勝負がけの予選最終日後半戦へと入りまして第7レース早めのコース取り、まずは1二三5六で船を回してまいりました。あと後ろゆっくりと4号艇の矢野蓮司、さあ並びがここは1二三5六四で並びますかで、インコースは1号艇早めに入って藤原圭志郎が枠主張、さあ人気の中心でイン速攻の活躍藤原圭志郎2勝目なるかです。その横に2号艇が入っていまして山本博史、さあ1二、そして3号艇で浜崎正則、本日2回走りの勝負がけ、ここは昨日3日目の雪辱戦です。そして5号艇入って瓜生正義、今シリーズ安定した走りで当確の予選ラスト、そして6号艇の松井茂、今日前半戦3コース差しの1着初勝利があって目下のところ当確、4号艇で矢野蓮司アウト短期で勝負がけ。さあこれでスロー勢ですが1、2、3、5、6ダッシュが4で進入体系固まってまいりまして、現在目立った風はなく穏やかな競争水面で後半戦の勝負がけ、第7レース残り10秒切っています。さあややスロー勢深めで1番、2番、3番、5番、6番、4番、まもなくスタート、今スタートしていきました。さあスリットがわずかに6コースから4号艇アウト短期ですが、内側の1二三も出ていきます。逃げる1号艇の藤原、さして2号艇の真ん中3番4番、内からくるっと5号艇あと6号艇、さあバックスイッチは陰線から踏ん張ったか1号艇の藤原圭志郎、一定身で迫ってくるのは2号艇の山本博史、さ1号艇と2号艇インコース2コース突破らせ、あとは4号艇5号艇並んで、そして6番3番なおスタートは正常でした。ダニタンマークの突破らせは内から2号艇の山本が行った。さあ仕返して1号艇突っ込んでくる5番6番後ろ4号艇ですが、先頭争いはわずかにさばいて1号艇がしかしまだまだ2号艇1番2番が接戦状態、直線コースでは1号艇の藤原圭志郎、一定身から反定身で2号艇の山本、3番手には4号艇の矢野蓮司上がってまいりまして、2周目で出したマークトップで回る1号艇の藤原、懐2号艇4号艇も握って攻めていきますが、先頭争い1号艇2番手2号艇で、現在3番手は4号艇の矢野蓮司1二4となっています。先頭と2番手ならば一定身から2定身差、後ろ20メーターほど4号艇の矢野蓮司、5号艇の瓜生が現在4番手、あとは6号艇3号艇の順になっています。ダニタンマークを回って直線コースは先頭1号艇2番手2号艇3番手4号艇のうち追っつけて5号艇ですが、かわして4号艇の矢野蓮司、上位変わらず1二4であとは5六3となっています。さあ先頭1号艇の藤原圭志郎はここは陰線踏ん張って突破争い競り勝って、2番手が2号艇の山本博史、3番手は現在4号艇の矢野蓮司、最終周から出したマークは4号艇の内を小回り、5号艇ですが瓜生攻めますが、ここも4号艇の矢野蓮司、上位変わらず1、2、4で完全に上位ばらけました。そして5号艇、6号艇、3号艇、前艇、最後のスリット裏を通過していきます。オッズですが2連単ですは 5.7倍、3連単ですと42倍ちょうど、1号艇の藤原がここは陰線で気を吐いて2勝目、2番手2号艇、3番手4号艇で後半戦第7レースは1、2、4で間もなくゴール、先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番5番接戦でゴールイン、3番ゴールイン、